卓球、WTT ユースコンテンダーおとうチェツ日程、8月28日から9月3日場所、オとうチェツ、スロベニア、8月30日、WTT ユースコンテンダーおとうチェツは会3大日目を迎え、男子の全種目が終了した。今回のインターハイで男子シングルス3位入賞を果たした坂井祐貴、愛好大名電高は、U19 という17の2種目に出場。 U19 では3回戦で敗れてベスト16で終わっていたものの、U17 では準決勝で吉山和樹、岡山リベッツとの同志打ちを制して決勝に進出。決勝では韓国の選手をフルゲームの末下し、自身初となる国際大会優勝を飾った。また、U17 で3位入賞を果たした吉山は、U19 では日本勢で唯一の準々決勝に駒を進めた。 準々決勝では韓国の選手にフルゲームで敗れたものの、労働のベスト8入りとなった。